ケモンソルジャーの A0 です。スナイです。今回は緑の仮面で新登場したポケモンの中でもいわゆる一般枠と呼ばれるポケモンの性能を考察していきたいと思います。はい、もちろん新ポケモンに関する話をするのでまだプレイしてない方にとってはネタバレになると思います。ご了承ください。今回のポケモンはガチグマだけ使えません。カミッチュとヤマソチャは使えます。なんでこういう風になってるかは知りません。いや、ネタバレ入るです。もうそれ言えば何でもいいと思って。あんま盾作らない。うん、カミチヤバソチャランクマッチで使えて、うん、嬉しいね。ガチグマも来月から使えるので、今のうちに予習をしておきましょう。はい、まずはカミッチュ。タイプとか特性、専用技は事前にある程度発表されてたよね。でもカジュッチュの進化系だからまあ合計485だろうなみたいな話もしてて、まあ実際はい485でした。この種族値どうなん？これパルデアの器じゃないよね、あまりにも。まあ確かにもうガラルの器の種族値って感じだけど。タイプも草ドラゴンはどうなんですか？はい、めっちゃ弱い。今の環境で有利に働くよっていうポケモンがウーラオス、リンルーぐらい。ウォッシュロトムとか、まあ、水タイプとリンルーくらい。数値的にガチグマとかにも有利つかないぐらいの感じかな。特性が事前に発表されていた甘露な蜜、食いしん坊以外に夢特性、粘着。とりあえずどれもあんまり強くない。強いて使うならどれ？まあ、甘露な蜜使わないともう紙使ってる意味ないんじゃないの？まあ、場に出た時に回避下げるという威嚇の回避下げバージョン。一応専用技が水アイボムの詳細が出ていまして、威力60、命中85、これと相性がいい甘露な蜜を使うんでしょうか。回避率1段階ダウンさせれば、まあ、命中85の技は、まあ、絶対に当たるわけだから、まあ、そこはまあいいという。でも相手が交代してきたところに当てるには命中 85% になっちゃうからね。それで引かれた相手に外したら最悪だ。素早さを3ターン下げ続けるっていう、この追加効果メインに採用してるから、外した時、まあ、このカミチだったり裏のポケモンだったりっていうのが、この S ダウンを生かしたポケモン生かすように組むって考えると、もう外しただけで、1回外しただけで大変なことになりそう。命中が低い代わりに強い眠りゴナとか催眠術みたいな技はなくて、強いて言うなら転がるとか。ダメだ。丸コロだよ。マジおもろいだけシリーズなのマジで。まあこいつはアップリューやタルプルと同じということで、対戦ではちょっとお預けかな。なんならアップリューとかタルプルの方が強いような気がするレベルだな。可愛いポケモンでした。はい、この動画を撮影してる次の日に、まあ、今僕たちいるんですけれども、はい、今朝ツイッター見てたら、なんかカミッチュに奇跡が適用されるのなんでみたいなの流れてきて、すんごい情報来たね。それ話違うやん。うん、もう違いすぎる。使い道ないみたいなこと言ってたけど、これはさすがにある。うん、使い道しかない。合計種族値言ったらポリ2よりは低いけど、さすがに硬いよね。少なくとも物理耐久っていう面で見たらポリ2より硬いし、タイプヌルより硬いかもしかして。こいつ再生もできるからね。え、強ね。なんで奇跡が乗るんだっていう感じだけど、うん、青の円盤で進化するのかな。まあ多分そうだよね。ストーリーの最後さ、なんかすぐりがさ、スーパー名字みたいな感じでさ、なんか青の円盤へ続くみたいな話だったじゃん。あいつカミッチュ使ってた。え、そうそう、カミッチュ使ってたよ。確かに。ああ、じゃあそういうことか。そう、そういうことだよ。多分進化するんだな。技どうする？どうしようか。自己再生は入れる。まあ確定だね。宿り行きとかないんだよ、ね、そう、宿りやったらマジでもうなんか宇宙みたいなポケモンだったと思うんだけど、チヨンジェンの強い版みたいなポケモンになってたと思うんだけど。まあ定数ダメージで攻めるならまとわりつく。まあありか。他はまあ C95 あるからタイプ1とかで地道に削りに行くとか。そうだね。技範囲はまあ狭いけど、タイプ的には受けとしては結構弱いっちゃ弱いから、まあなんかテラスしてみたいな形で使う方がいいのかな。さすがにテラスしないとやってらんないよね。基本的には物流系の性能を評価して使うことになると思うから、まあ、パオジャに対してテラスタルしてとか、まあ、ウラオスの氷技怖いからみたいな感じで使うことにはなりそうだけど、まあなんかよくある水フェアリー毒とかのテラスで良さそうだね。ゴリラ来たからフェアリーとか、フェアリーとかなんかな。俺どれくらい強いんだろう、わかんないんだけど、ちょっと想像もつかない。ちょっととりあえずなんかいい変化技がねえんだよな、あの再生以外の。いや、こいつさ、実は HC ポリツみたいに、あ、めっちゃ殴るとかない？まあいいんじゃない、それもそれで。あとドラテ結構気になるんだけど。面白そうだね。うん、まあステロ誰かで巻いといてドラテ再生打って、まあ詰まれたらドラテで、詰まれないやつに再生でとりあえず回復してみたいなのは、まあ、結構できそうな気はするかな。サーフゴの起点になんないのも偉いし、ね、そうだね。ドラゴンテール面白そうだね。うん、あと特性がね、粘着なんやこれって言ってたけど、これ奇跡だったらはたかれないしトリックもされないから、これすごくね。これすごすぎない？これ
これマジですごいんだけど、そういうことって感じなんだけど、マジで感動してるんだけど、伏線回収みたいな、これマジですごいわ、使いたすぎる一気にまあかなり開拓の余地ありそうだね。そうね、いやなんか一見楽しいポケモンになって嬉しい。はい、ということでしたので、動画本編の次のポケモンに戻ります。次がヤバソチャ、最近発表されたチャデスの進化系ですね。うん、無事進化しました。タイプが草ゴースト。環境的に良くもあるし悪くもあるよな、まあ、水ラオスとかあとまあガチグマとかには、まあ、活かせるタイプだから、まあまあ悪くはない、まあ、無理なとこは無理だけど、パオジャンとかサーフゴーとかハバタカミとかにはめっちゃ弱点つかれます、まあ、海流は型によるって感じかな。テラバなければいけそうだよね。地震侵食とかぐらいだったらかなり余裕。専用特性がおもてなしで、これはダブル用なのでシングルチャンネルの私たちには関係なさそうです。はい、絶対に使いません。夢特性の耐熱はいいんじゃない。とりあえず弱点1個減らして、まあ地味に火傷のダメージを本当に地味だけど減らして。そんなんあったな。そういえばシングルで使うなら耐熱になるですね。専用技がシャカシャカ砲、特殊の草技、威力80、命中90、与えたダメージの半分を回復してさらに火傷にすることもある。炎タイプにはあんまり強くないから火傷させるっていうことができないみたいなパターンも、まあ、あるとは思うけど、まあ、それ以外に対しては、まあ、熱湯かのごとく殴るついでに火傷も狙うよ。しかも回復もできるからね、まあ、技としての性能はかなり高いんじゃないかな。そうだね、まあ、外すのが気になるくらいだ。どちらかというとダブル向けに設計されてるんかなと思うけど、シングルでも全然いけそうな技はある。このシャカシャカ砲も、まあ、シンプルに強いし、まあ、ポットデスも覚えるけど力を吸い取る。でポットデスと違って、まあ、防御に厚い種族地だから、まあ、物流系としての性能はまあまあ鉄壁とかもあるし、あと瞑想シャカシャカ砲とかで瞑想奴隷みたいなこともできる。そうね、積み技が結構揃ってるのは嬉しいところだ。体勢的に弱いやつにはとことん弱いからテラスタルしたくなることあると思うんだけど、まあ、耐熱が地味に生きたりしそうだよね。なんか水とかにして苦手な氷炎半減質とか、水にしたら熱湯入れるのもありかもしかして。おお、確かにめっちゃ火傷させるね鬼のやけどプラスたたり目ぐらいまで入れて調子乗っちゃうとか、フェアリーにしていいゆえの炎湧く量半減とか、あーまあまあ瞑想を先に積んでれば割といけるかも。テラスと相性いい特性持ってんのは熱いな。どうせダブル向けポケモンだろうと思ってたけど意外といけそう。あくまで意外といけそうっていうだけでめっちゃ強いっていうわけではないと思うけどね。知らんとつまされそうだよね。あ、そうだね。最後がガチグマ暁。これすごいよねめっちゃすごくね見た目から何からなんか性能から何から何まで結構すごいね。こいつはタイプは地面ノーマルで普通のガチグマと同じで、種族値が合計550なのも同じなんだけど、物理じゃなくて特殊ポケモンになっちゃいました。 AC 反転して、まあちょっと種族値の効率悪くして、まあ、なんか感覚としては偉いとオスメスみたいな感じ。ああ、そうだね。こっちも十分強いし、耐久としてはもうガチグマの完全劣化ってわけじゃないよね。物理耐久はこっちの方が高いのかな、多分あんま変わらんかもうほぼ同じと言ってもいいぐらいだと思う。特殊耐久はだいぶ下がってるよね。 HP 取得値も特物取得値もしっかり下がってはいるから、まあ、特殊耐久はまあ普通ぐらいかな。素早さがわずかながら2上がってますね。最速50族抜きみたいなのが最速52族抜きに変わるみたいな感じかも。こいつ最速にすんのかな。さすがにあんまりないと思うけど S 上げる技とかないよね。一応草分けあんじゃないかな。こいつで最速取らないかな、あんまり。まあ受け崩し挑発とかするんだったらワンチャン最速とまではいかなくても S 上げるみたいなことはありそうだけど、本家ガチグマが最速あったのって根性の崩しとかがあってそれ込みの草分けみたいな。暁の方で最速は渋そう。基本ないと思ってもらって、なんかそんな当たったらわあすごいみたいなぐらいでいいと思うから、まあまあ52族はまあおまけぐらいか、ちょっと早いですよぐらい。特性が一つ、新特性で心眼、ノーマル格闘タイプの技をゴーストタイプに当てることができる。さらに相手の回避率の変化を無視して命中率も下げられない。心眼だね。うん、めっちゃ目良さそう。まあとりあえずまあまあノーマルタイプのポケモンなわけで、まあ環境にゴーストタイプいっぱいいるからノーマル技ガンガン使っていけるってのは大きいね。専用技が新技でブラッドムーン、ノーマルの特殊技で威力140、命中100、2回連続で使いません。デカハンマーの威力低くてタイプと分類が違う。デカヌちゃんの性能だから威力
160なのであって、こいつに威力160はさすがにダメだろうということで20下げられた感じか。し135の威力140だからとんでもないね。どんぐらい強いんだろう。懐かしラティオス流星群より強いわけだから。確かに5世代のロマンはあるが使い勝手がいい技ではないよな。まあそうね、できれば入れたい技ないような気はするけど、さすがに火力やばすぎて。一応他にもノーマル技の選択肢あって、ハイパーボイス、騒ぐ、破壊光線、翡翠ゾロアクみたいにテラバーストをノーマルで使うこともできると。あ、そうだね、テラバーストの択は結構ありそうな気するな。タイプ1テラスもあんましなそうだし、ね、まあなんかノーマルでドカーンってやるもん、まあ楽しいは楽しいのかもしれないけど、ハイパーボイスの良さとしてはブラッドムーンが身代わりに対してかなり弱い技だから、包みとかグライオンに良さそう。地面技はまあ大地の力安定でしょう。はい、一択です。サブウェポンがガチグマと違って全然ないよな。特性のおかげでなくても割と大丈夫かなっていう気はするけど、ムーンフォースあるからフェアリーテラスしてなんか強そう。強い、地面フェアリーの最強の範囲を、強いな。ノーマル対入れなくても強いような気がしてきた。逆にね、特性なしになるけどね、ほぼそうね。フェアリーテラスムーンフォースはありだね。真空波とかも地味に格闘先制技が刺さってたりするからね。マジで強いような気がするんだけど、これエースパオジアンだったら16分の10で倒せるわ。あ、意外と倒せる。意外といけるね。すごくね。めっちゃ強いやん。え？瞑想付きの光とか型としてかなり良さそうだけど、そうしたら真空が入らないよな。そうだね。実は地面切ってなんかハイパーボイス真空波とかとかもありだったりするのかな。めちゃめちゃ心眼よ。そうね、瞑想付きの光アット2がまあ分かりやすい型にはなると思うんだけど、残り2つの技選択結構自由度高い。第一の力ムーンフォースでも全然あり。めっちゃ面白いこれ。実は直帰とかも普通にね。ああそうね、夢広がるポケモンだな。これぞパルディアか、うん、これはパルディアの器だな。っていうかこいつ使わせろよ今期。いやこいつはダメです。なんでだよ、こいつ使わせてくれよ。ネタバレ配慮とかじゃなくてこいつはダメなんで。おかしいな、使いたいな。ということで一般枠の新ポケモン解説してきました。まあ、思わぬサプライズ新ポケモンいて面白かったね。ガチグマそもそも好きなんだけど。ああ、確かにかっこいいよね。10月はこいつから考えたい。とりあえずなんか惹かれるよなこの性能。心眼ブラッドムーンってめっちゃ中二病みたい。めっちゃかっこいい。とどろく月みたいになんか見かけ倒しにならんことを祈るわ。いやいけると思うけどな、さすがに。さすがに強いでしょって。さすがに。だいぶ楽しみ。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。お願いします。